はい、2月8日8日ですね。朝5時の相場解説になります。昨日はね、チャートがこういう風に揺れながら収束に向かっていってるんではないかなっていう風にお話しましたけども、それ以外のフォーメーションが見えないのかちょっと確認していきます。日足からです。日足を見させていただいたところ、このボラティリティがね、ここからここという風に大きかったのが、ここからここと小さくなって、だんだんちっちゃくなってるような気がするんですよ。ね、だから収束なのかなと思ってるんですけどね。うん。もちろんその前はもっと大きかったわけですよ。で、その前はちょっとちっちゃかったですね。だから大きくなって、大ブレが、こう、小ブレになんかだん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 ちっちゃくなっていったのかなっていう風な感じなんですよ。じゃあ4時間の方を見てみましょうか。4時間の方は、ね、ここから、転換して、やっぱりこうちっちゃくなってるような感じでしょ？こういう風にね。で、収束した後、上か下にブレイクするっていう感じじゃないかなと思うんですけどね。で、1時間。なんか他のフォーメーション見えますかね？特にこれといって見えないんですけどね。見えないですね。逆田五歩を重ねても何も思い浮かんでこないですし、まあ、言えるのは、こういう風に、まあ、収束に向かってるんではないかなと思うんですけどね。まあ、ですので、ブレイク後の上昇なり、セルの波動を、まあ、注釈していかないとなというところでございます。現在は、だから115円の430と110円の723という、まあ、本当にね、30ピップス弱の間を行き来していて、しかもそれがもっとちっちゃくなってるってことですよね。だからもうそろそろ限界値に来てると思いますんで、まあ、おそらく私は上の方に跳ねると思うんですけども、どちらかね、ブレイクした方についていこうかなってとこですね。まあ今日はこんなとこですかね。まあ、1時間ごとに見に来れるようだったら、ブレイクの瞬間を、まあ、エントリー入れられると思うんですけども、まあ、4時間ごとにしか見れない方は、今5時ですから、9時なり、遅くても午後の1時にエントリー決めて、それから、チャートバーがね、4時間でしたら、午後5時ですか。午後5時なり、午後9時に、イグジットするみたいな感じになるでしょうね。まあ、ロスカットラインを忘れずに、今日はエントリーできるかもしれませんので、収束からブレイクアウトに向かうところを狙ってみてください。それでは。